にちは。障害年金コンサルタントの宮里です。一人暮らしをしている人と家族と一緒に生活している人、どちらがうつ病にかかりやすいと思いますか？なかなか難しい問題ですよね。一人でいるのは寂しいという人もいれば、家族と生活するのは鬱陶しいと考える人もいます。絶対的な答えを出すのは難しいですが、フィンランドで行われた実験によると、一人暮らしの方がうつ病になるリスクは高いそうです。しかも家族と生活している人と比べて 80% もうつ病リスクが高いということでした。イギリスの公共放送局 BBC によると、次のような調査が行われたそうです。フィンランド人3471名、うち男性1695名、女性1776名を被験者として、抗うつ剤の使用について調査を行いました。調査は2000年から2008年まで行われ、その期間の被験者らの生活スタイルに関する情報が収集されました。例えば、一人暮らしかどうか、喫煙や飲酒の習慣、所得・教育水準、職場での地位や住宅状況、人間関係、職場風土などです。これらの膨大な情報から、一人暮らしの人はそうでない人よりも抗うつ剤を買う確率が 80% も高いことが分かりました。今回の動画はここまでです。次回はなぜ一人暮らしをするとうつ病のリスクが高くなるかについて解説します。